はい、どうも長月です。スカイ違うな、エースコンバットじゃないよ。真相ノイズ受信探偵の事件簿体験版の続きです。間違えたー、やっちったー。はい、ではやっていきましょう。昼休み、俺はいつも通り屋上へ向かった。今日はまた一段と澄み切った心地よい青空が広がっている。しかし雪本さんは強いショックを受けていたようだし、今日は屋上に来ないかもしれないと思った。その時、いつもの時刻に雪本さんの足音が聞こえた。雪本さんはいつもどこで昼食食べてるんだろうな。今さらそんなことを考えてみる。屋上に来てから食事をとっているのは見たことがない。ということは昼休み開始から10分そこそこの時間内で済ましているはずだ。食欲が湧かなくてバランスの栄養食バーでもかじっているのかもしれない。あるいはサプリメントだけとか。雪本さんはあまりに生命感のない人だから、そういうストイックな食生活が似合う。ああ、余計なことに気を回して油断しきっていた俺は、唐突に叩きつけられた強烈な思念に仰天した。雑だ。それは雪本さんにあるまじき乱れ切った雑な妄想だった。輪郭はおぼろ、色彩はまだら、全体的に散漫でセンスのないアートムービーのようだ。いつもは外科手術中の医者、あるいは解剖中の学生のように冷静な目でしげしげと自分の死体を観察しているのに、内臓の艶から不愉快な匂いまでとことんリアリティを追求している雪本さんなのに、血のりも体のパーツも奔放に飛び散りすぎていて、自分を殺したというよりも感触を起こして人形を叩きつけたという印象だ。雪本さんを写実派からシュールレアリズムに転向させたのは、やはり彼女の身に起こった何かが原因なのだろうか。そんな思いをするくらいならきっと。ノイズに消され、キレキレに聞こえる心の声。拒めば拒むほど嫌なことに思考が引き寄せられる。そのきしみによるものだろう。ああ、そうか。今さら分かった。雪松さんの心の声が静かな理由は、彼女が抑制の効いた大人だからではない。なるべく何も考えないようにして生きているからだ。おそらく、たくさんの嫌なことから必死に意識を引き剥がしている。そしてたまりにたまった鬱屈が地面に叩きつけられている彼女自身という異常な妄想の形で昇華されているのだ。殺すなら自分だ。誰かを殺すくらいなら私自身を。ガシャ、ぎしりとフェンスの握る気配にドキリとした。いつもより重々しい体重をかけている不穏な跡、すがるように縁を握って白くなった指先が見える気すらした。乗り越えてしまおうか。その声はそれまでのものと違ってクリアに聞こえた。嫌なこと、考えたくないことから思考が離れたからだ。しかしそれは必ずしもポジティブな意味合いではなく、とても不思議な気分だ。もうすでに乗り越えて飛んでふわふわ宙に浮いているような気分。空が近い。晴れ晴れと広がる空に見入りながら、雪本さんはどんな眼差しをしているんだろう。傷つき切った彼女と澄み切った美しい青空、二者を隔てるフェンスはあまりに低く頼りない。そうか、
今までは辛いことから逃げようとしていたから踏み切れなかったんだ。私は逃げるんじゃない。このままふわふわ空に浮かんで幸せなところへ行くんだ。再びフェンスが小さな悲鳴を上げる。これは本当にまずいかも。俺は目を開き身を起こす。雪本さんが屋上からの旅立ちを望んだ時、止めるべきか見送るべきか、一緒に旅立つべきか、想像や夢の中ではあんなに悩んでいたのに、体は実に素直に動いた。驚くほどあっさりと雪本さんの生存を肯定していた。俺はこもり続けた給水塔の鍵から飛び出し、震える声で叫ぶ。雪本さん片足をフェンスの穴に入れ、両手を上端の縁について体を持ち上げようとしていた。その体勢で雪本さんはピタリと動きを止めた。見られた。誰に？この屋上には誰もいなかったはずなのに。体勢を元に戻し、ゆっくりと雪本さんが振り向く。ザーッと風が吹いた。雪本さんは無言のままじっと俺を見る。見開かれた瞳には、見つかってしまったことへの後ろめたさも、取り繕ろうとする意志もない。ただ瞳の奥に何か熱く激しいものが揺らいでいた。皮肉なことに、死へ向かうことを決意した雪本さんには、普段の彼女よりも強い生命力がたぎっているような気がした。面倒なことになった。せっかく行けそうだったのに。このまま自然に越えられそうだったのに。さて、なんて言おう。下手なセリフを口にしたなら、彼女は聞かなかったことにして、さっさと思いを遂げてしまうだろう。自殺は良くない。何があったか知らないけど、乗り越えてほしい。生きていればきっといいことがあるよ。よかったら相談に乗るよ。なんて薄っぺらい言葉なんだろうか。こんなんじゃきっと彼女には届かない。ばあちゃん曰く、自死に至る心理は巷で思われているよりもずっと自然なものだという。ある日ぷつりとどっかでつながっていた糸が切れたような実感を覚える。ああ切れてしまったんだと頷いて、仮住まいの部屋から立ち去るように生の世界を後にする。ばあちゃんはその感覚を、心の寿命が尽きると表現していた。俺にはまだよくわからない心理だけれど、今の雪本さんもそうなんだろうか。彼女の心の寿命を伸ばすために俺はどうすればいいんだろうか。何も言わないなら、わざわざ出てこなくてもよかったのに。でも押しつけがましいお説教をしてこないだけマシかもしれない。雪本さんの指がフェンスの縁を握るのを見て俺は焦った。彼女はやめたんじゃない。声かけられて中断しただけだ。何でもいい。彼女の行動を止めなくては。雪本さんが死ぬことを望んでいたって俺は嫌なんだから。そうだ、とにかく俺が嫌なんだ。雪本さん、死ぬのはやめてほしい。死んでほしくない。嫌だ、やめてくれ。嫌なんだ。やめてほしい、死ぬのを。ダメだ、動揺しすぎていて、いつも以上に口が回らない。これならさっき頭の中に並べていた薄っぺらい上等句の方がまだマシだった気がする。すごい、予想外だ。止めるにしたって、もっと言い方があるだろうに。通りすがりの人間が死ぬなって嫌なんだ。電車は止まるし、クラスメイトはもっと嫌だ。雪本さんは特に嫌だ。なんだかだだっこみたいで微笑ましい。どうしてそれで私が思いとどまると思うのか。もしかしたら本気で止める気はないのかもしれない。いや、本当に勘弁してくれ。お願いだ、死なないでくれ。
とにかく嫌なんだって頼む。風が止んで池本さんの深いため息が聞こえた。どうしよう、あのふわふわした感じがもうない。連れ戻されちゃった。今はもう無理だ。またフェンスが義士となる。今度は池本さんの指先から力が抜けたせいだ。池本さんがふっとため息をつくと、その全身にたぎっていた何かが抜けていたようだった。張っていたかな。そうして彼女はまたいつもの池本さくらに戻る。最低限の生命活動を行う抜け殻のような彼女に、わあ笑顔綺麗だけどさ、笑顔綺麗なんだけどさ、さっきまでのことを考えるとこの笑顔喜べない。雪本さん、雪本さんの顔の筋肉を操って微笑みを浮かべてみてた。何事もなかったような平和な表情。冗談よ、驚かせてしまってごめんなさい。本気だったよね、分かってるんだ。雪本さんは今日疲れたように目を見開き、作り笑いを崩しながら森を見つめた。どうしてそんなことを言うんだろう。私のことを見抜いたように。俺は気まずく目をそらす。雪本さんが旅立ちを取りやめたことに安堵したら、今度は相反する後悔の念がじわじわと込み上げてきたのだ。雪本さんは思いとどまったんじゃない。連れ戻されたというか、今日がそがれたというか、俺の行動に言動にげんなりして、最後の舞台を台無しにされたような気がして、やめるしかなかった。生と死の境界に立つ雪本さんの思いを自分だけは理解できると、そう思っていたのに。それなのに、いざその時が来たら、あんなにも取り乱して雪本さんの思いを汚した。あんなにも完成されていた、あんなにも美しい雪本さんと死の戯れに無粋な横やりを入れてしまった。謝らないと。さっきはその取り乱してごめん。いえ、あなたなりに止めようとしてくれたのはわかるわ。その次からはちゃんと邪魔しないようにするから。雪本さんは俺の真意を取りかねたようで、怪訝そうに瞬きを繰り返した。それは次に私がその気になった時、居合わせても止めないということ。それならどうして今は止めたの、おかしな人。うん、変だよな。あ、もしかしてあなた、もしかして毎日私を見ていた。私がここに立って下を見下ろすところを見ていたの。見抜かれた衝撃に顔を上げると、雪本さんは確信に満ちた静かな眼差しで俺を見ていた。誰もいないはずの屋上に、扉が開閉する音も聞こえなかったのに現れた。給水塔の裏に隠れてこちらを伺っていて飛び出したってこと。どうやら言い逃れはできないようだ。うん、見てたよ。どうして。気になったから。なんとなく、なんとなくだけど、死ぬつもりなんじゃないかって思えて。死ぬつもり、そうであるとも言えるし、そうでないとも言える。死ぬか、それとも殺すか。随分と物騒な心の声だ。しかし今まで俺が受信したのは雪本さんの姿だけだ。自覚とは裏腹に、雪本さんは自分が死ぬことばかり考えていたのではないか。そう、ごめんなさい、嫌な気分にさせて。信じてもらえないかもしれないけど、軽い気持ちで命を捨てようとしたわけじゃないの。それはわかるよ、なんとなく。
乗り越えてしまいたくなったんだろうなって思った。そこまで私を見抜いているの、この人は。とても悟いのかもしれない。俺たちはなんとなく黙りこくった。危ういところで成功している会話のキャッチボールが不用意な発言に途絶えてしまうのが怖かった。奇妙な静寂をからかうように強めの風が吹き抜けてゴーゴーと耳に当たる。立花君、優しくて頭がいい人、私と似た者同士は。え、不意に聞こえてきた心の声に俺はぎくりと背筋を震わせた。似た者同士って思ってるのか、イグモさんが俺を。それだけじゃなくて、優しいとか頭がいいとか褒め言葉だよな。褒められ慣れていない悲しさで、よくある褒め言葉がたちまちにゲシュタルト崩壊を起こす。雪本さんが俺のことをそんな風に考えているなんて、いろんなことが重なってただでさえ頭の中がパンクしそう。そんななのに立花くん、加えて雪本さんが柔らかく微笑んで俺を呼ぶものだから心臓が止まるかと思った。お願いがあるの。私の命を助けたついでだと思って。何？ずうずうしいお願いだと思う。こんなことをしても何にもならない。気休めにすらならない。彼を利用するということになるのかもしれない。でも、その、どう切り出せばいいんだろう。こんなお願い、どうか拒まないで。今日の私の命を長らえさせた責任を取ると思って聞いてほしい。後ろめたそうに目を伏せ口ごもる雪本さん。彼女がためらえばためらうほど心の声の哀願が癒ます。感情も何も読み取れない声なのに聞いていられないと俺は思った。だから何でも言って、俺にできることならするから。雪本さんはまっすぐ見てそう告げた。瞳を閉じるとそれまで意識してなかった空気の流れが感じられた。屋上を吹き抜ける風は春の名残と初夏の予感を含んでいて、どこか青い匂いがする。グラウンドから昼食後のお遊びに勤しむ生徒たちの笑い声が聞こえてくる。そうして視覚を遮断しても残りの視感が世界のありこりを伝えてくるのに、閉じたまぶたの向こうに佇むはずの雪本さんについては何の気配も感じ取れない。目を閉じて何でもするとカッコつけてみせた俺に、雪本さんが告げたのはその一言だった。何のための願いなのか彼女は口にしなかった。また俺も尋ねたりしなかった。無声な言葉一つで雪本さんは全てをなかったことにするだろうから。それにしても本当に静かな足音や声どころか虹色ぎの気配さもしない。心の声すら聞こえない。もともと雪本さんは心の声をこぼさないタイプの人だけど、これはあまりにも不安になるくらい無駄。もしかしてもうここにはいないとか、頭の奥にふと湧いたそんな考えはどんどん膨らがっていった。何が起きてそうなっているのかはわからないが、屋上の目を閉じ一人で立ち尽くす俺のイメージは実感と相まって強烈な説得力を帯びていた。まぶたの裏側に赤みを帯びた陽光を感じながら、俺は目を開けてしまいたい衝撃と
衝動と戦った。その次の瞬間、立花くん、ありがとう。小さく聞こえた池本さんの声に、俺はぎくりと身をこわばらせた。それは俺の鼓膜ではなく、頭蓋の中を震わせるようにして届いた。肉声ではなく心の声なのだ。にもかかわらず、その音韻は無機質な合成音声のようなものではなく、池本さん本人の声に近かった。今のは池本さんの声、まだここにいたのか。どうして肉声みたいに聞こえたんだ。これじゃあまるで、つつこである桃園と同じじゃないか、と考えたところで思いついた。心の防備を持たないから、思ったことが当たり流しになってしまうつつこと、原理は同じなのかもしれない。今の雪本さんは、目を閉じて立ち尽くす俺の前に、心の壁を崩した。だから素直な心の声が漏れ出して届いた。そういうことなのかもしれない。混乱しているとか、思い詰めているとか、頭の中で何かがいっぱいになったからとか、ありえないことじゃない。けど、池本さんは人一倍防備が固いのに、どうして？ぐるぐると答えの出ない問いが頭の中を巡る。もし、同じ能力の持ち主がこの場にいたら、今の俺も心の防備をなくした状態だというのかもしれない。池本さんのことがわからない、知りたい、目を開けたい。けれど、彼女の本来の警戒心を取り戻して遠ざかってしまうのは、どうしたって嫌だ。と、もどかしさに拳を握りしめていると、うん、雪本さんの声聞こえた。今度は肉声だ。俺が混乱している間に彼女は随分と距離を詰めたらしい。何か思い切った様子で息を飲む。少し悲鳴のようなニュアンスさえ帯びた声だった。次の瞬間、トンと軽い音を立てて胸に何かが飛び込んできた。反射的に抜け取りかけた体を、学ランの胸をつかむ小さな力が引き戻す。そして唇に柔らかな感触を覚えた。潤いに満ちたみずみしい弾力は俺の唇を押しつぶしながらかすかに震えた。これはキスだ。これは雪本さんの唇だ。俺は今、雪本さんにキスをされている。その単純な現実がなぜか俺の中では形にならない。すべての認識が頭の表面をなぞってバラバラに散らばっていく。けれど、彼女の唇の合間から小さく吐き出された吐息が俺を正気づかせた。それは冷え切った唇とは裏腹に生々しい熱を帯びていた。何もぎょっとするような熱じゃない。優しくて心地よい体熱そのままの温度だ。にもかかわらず、俺はなぜか殴られたような衝撃を受けた。気づいてはいけないことに気づいてしまったような痛みが胸の奥に走る。俺が意識しないままにまぶたを開いてしまうのと、雪本さんが俺を引き寄せていた指をほどいて後ずさるのとはほとんど同時だったと思う。俺と目が合うと、雪本さん後ろめたそうな声を漏らしながらうつむいた。俺たちは給水塔の陰に腰を下ろし、並んで空を見上げていた。二人とも何も言わなかった。いや、言えなかった。少なくとも俺は。五限目のスタートを告げるチャイムが響いてきても、俺たちは遠い世界から響いてきたかのようにそれを聞き流した。雪本さん、また声が聞こえなくなったな。
雪本さんはぼんやりとした目で空を見ているけど、本当に見ているかどうかはわからない。よく晴れた日の光はさんさんと眩しいくらいだ。それは黒々と塗りつぶしたような彼女の瞳の奥まで届いているのだろうか。雪本さんは何を考えているんだろう。こんなことを思ったのは生まれて初めてかもしれない。体質が体質だから他人の胸の内を知りたくないと思ったことは数多いけれど、その逆はそうそうない。そもそも雪本さんが俺にすらわからない精神性の持ち主だからこそ好きになったのだ。やっぱりまだフェンスの向こうにふわふわ飛んでいきたいって感じなのかな。息遣い、ぬくもり、眼差し、雪本さんの生命を明かし立てるそれらを俺はついさっき生々しく感じ取ったばかりなのに。傍らの雪本さんの惑う性質に触れていると、全てが幻か白チームだったかのようにどんどん薄れていく気がする。ファーストキスの相手が初恋の人だったから、もうちょっと浮かれた気分になってもいいんじゃないのかな。そんな俗っぽい思いを胸の内でもてあそんでいると、雪本さんがぽつりとつぶやいた。ごめんなさい橘君。不意の謝罪だった。俺は絶句し、雪本さんも目を伏せ、後には沈黙。静止していないのは内側に熱を残した体を殴る風だけ。と、雪本さんの唇が震えた。俺たちを包む柔らかで強靭な沈黙の殻を内側から懸命に押し破って絞り出されること。巻き込んでしまってごめんなさい。無茶なことをお願いしたって分かってる。不思議な物言いだけど意味は通じた。あれは雪本さんの心の嵐から生じた何らかの代替行為。キスの形をしたキスではない何かだったのだろう。雪本さんはあの行為に含まれた重みに俺が打ちのめされたことを感じ取ったからこそ無茶と言い笑したのだ。別に平気。気の利いた返しどころか無難なセリフすら出てこない。何を言えばいいかなんて全くわからないが、これが正解ではないことだけはわかる。さっきのことは忘れて。覚えていない方がいい。覚えていたいの？うん。そう。断片的な言葉ばかりがすれ違って行き来する。直接のやりとりなのに、メールや SNS の何倍ももどかしい。俺も大概だが、雪本さんもかなり不器用なのだと思う。やっぱり、おかしな人。久しぶりに声が聞こえた。何がしたいのかわからない。何を考えているのかわからない。おかしな人。それは俺のセリフだ。覚えているか忘れるかは橘君の自由。何にしてもこれ以上迷惑をかけるつもりはないの。迷惑じゃない。だから覚えているよ。そう。私も忘れない。私はあの一瞬確かに幸せになった。淡々とした声にズキリと胸が痛んだ。幸せ。キスをしたあの一瞬、雪本さんは幸せだったのか。だからこそ彼女の吐息はあんなにも甘く柔らかいぬくもりを帯びていたのか。同時にいろいろな感傷に阻まれて宙ぶらりになっていた疑問が急に膨れ上がってくる。どうして雪本さんはあんなことを願ったんだろう。
それからありがとう。俺が思い切って確信に触れようとしたのに感づいたのか、ゆくもつさんは遮るように口を開いた。ありがとう。それはキスの直前にも声で聞いた言葉だ。俺は結局問おうとしたことを飲み込んでしまう。別に礼なんていいよ。感謝してるから言ったの。私のあんなわがままに付き合ってくれてありがとう。私を見ていてくれて、私を知ろうとしてくれて、思い切ろうとした私に声をかけてくれてありがとう。どうして雪本さんはこんなことに感謝しているんだろう。恋に裏側に隠された大切な何かだ。俺の能力では見抜けないけれど、勝手に寄せていた思いが彼女の支えになったということ事実に俺は少しだけ嬉しくなった。そしてまた胸が痛むのを感じた。私もう行くね。独り言のようにつぶやいて生本さんは立ち上がった。その静かすぎる生命感のない立ち姿は彼女がいつもの日常へ回帰していくことを物語っていた。今からどこに？保健室。ああそうか、そりゃいいね。なるほど、体調が悪くて保健室に寝ていたというのは事業をすっぽかした事情として立派に成立する。橘君は？俺はここにいるよ。寝過ごしたことにするわ。そう、一緒に保健室に来ればいいのに。変な噂立てられるかもしれないし。池本さんが静かな足音立てて去っていく。給水塔の角を曲がって見えなくなる寸前、俺は思わず声をかけた。池本さん。池本さんが振り向く。問い返す眼差しに俺は口ごまった。結局考えるのはやめて口が動くのに任せることにする。もっと知りたい、雪本さんのこと。だからなんだ。もっと会いたい。明日も明後日も。言えたのはそれだけだった。言いたいことなら他にもあったのに。死なないでほしい。死に疲れててもいいから生きていてほしい。俺は望みは要するにそういうことなんだろう。雪本さんの死への妄衆、歪んだ不可解な思いを俺は尊重したい。世界で唯一肯定できる理解者でありたい。けれど雪本さんが実際に死んでしまうのは嫌だ。理解者ぶる割に最後の最後で偽善的だと雪本さんには軽蔑されるかもしれない。それでも嫌なものは嫌だ。シンプルな俺の望みを認めたら見失いかけた雪本さんの体の。失礼しました。シンプルな俺の望みを認めたら見失いかけた雪本さんの体の感触や熱といったものがほんのわずか戻ってきた気がした。雪本さんは何も言わなかった。ただうっすらと唇の端にぎこちない微笑みを刻んだ。どっちが残酷なんだろう。深い深い何も見えない純粋な闇と、一筋だけ光の差す闇と。謎めいた声が彼女の答えだった。屋上で一人ぼっちになった俺はそのまま5限目の終了まで青い影の中にわだかまって過ごした。はい、というわけでここまでが録画ミスった部分の
新更新度ですね。いや、長く読むといろいろと大変ですね。ストーリー進行的にはかなり変わっていたと思います。雪持さんの内側にこもっている知らずなら何か、主人公の能力でも全然読み取れないその奥の何かが何になるのか、それと前回、違う、前々回か、前々回で、桃園がいてひたすら言っていた過去形の雪持さんについてもなんとなくちらほらと見えてきたような見えてこないような、そんな状況ですね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画のグッド評価をお願いします。また見てね。